こんにちはりょうですそれでは今日も元気よくお金の勉強をしていきたいと思います。今日のテーマはこれですね。経費最高。好きを仕事にすると貯金が増える理由。こういうテーマで話をしていきたいと思います。質問をいただきました。学長はよくサラリーマンでも事業所得を作れ。事業所得を作ると税金、社会保険料でメリットがあるぞとおっしゃっています。私はエンジニアなのですが、もし副業をやって事業所得を作った場合に、具体的にはどんなものが経費になるのか、いまいちイメージがつきません。 経費を使って節税という言葉はサラリーマンなら誰でもなんか良さそうって感じる魅力的な言葉です。経費について解説していただけると嬉しいですと。こいつもいただきましたんでね。これを今日のテーマにして話していきたいと思います。事業所得とか税金とか経費とか数字が苦手な人が聞くともううわ、勘弁してくれってなる言葉ですよね。とはいえ、資本主義社会のこの日本ではこれらの知識なくしてお金持ちになるのは難しいんですね。なのでこの動画では好きを仕事にするお金のメリットについて解説します。 好きなことって誰に頼まれるでもなく普通にお金使いますよね。性能の高いパソコン買ったりとか、高級なカメラ買ったり、日本中旅行したりとか、こういったことも仕事にしてしまえば関連する費用が経費になるんですね。これは本当にすごいことなんです。なんで今回はこの質問者さんを事例にどんな支払いが経費になるのか、どれだけ節税メリットがあるのか、これらを解説していきたいと思います。エンジニアの方に限らずどんな職業の人でも役に立つ内容になってますんで。 これを実践するかどうかで人生で数百万円単位で資産が変わってきますんで、ぜひ最後まで聞いていっていただければと思います。ということでね、解説行きましょう。基本用語3つの解説ですね。まず、簡単に基本的な用語を3つ解説します。事業所得、経費、税金。この3つですね。法律上所得、つまり収入は10種類に区分されてるんですね。でいろいろあるんですけど、一番有名なのは給与所得と。会社員として働くと会社から受け取れるやつです。中毒性があることで有名で、 給料っていう麻薬を打たれ続けると会社を辞められなくなっちゃうんですね。定期的に必ず入ってくるところに抗えない魅力があるっていうね。えー、そういうわけですね。で、他にも配当所得とか利子所得とか、ま、いろいろあるんですけど、事業所得っていうのは製造業、小売業、サービス業など、業を営んで得られる所得のことですね。つまり、独立した自営業者、フリーランスの人は事業所得を得ているってことになります。例えば、八百屋さんをやっていて、年間の売り上げが1000万円あるとします。野菜の仕入れに500万円。 店舗の家賃とか人件費で200万円使ってるとすると、事業所得はざっくり300万円になるんですね。売上げの1000万円引く、経費の500万円と200万円、合わせて700万円をさっぴいて、トータル300万円になったと。1000引く700で300になったってことですね。で、経費とは何かっていうと、売上げを立てるために必要不可欠なお金と。そういうイメージを持ってもらえれば OK です。所得である300万円に税率をかけると、税金、つまり納税額が計算できるんですね。 税率がもし20%なら、さっきの所得の300万円にこの20%をかけて60万円。これが納税額っていうことになりますね。というわけでまとめると、事業所得っていうのは事業を運営することで得られる所得なんだよと。で売上げから経費を引くと計算できる。それから経費っていうのは売上げを立てるために必要不可欠なお金なんだよと。それから税金は所得かける税率で計算できる。これが基本のキーなんですね。絶対に覚えといてほしいんです。バットの振り方、ボールの投げ方。 ここがわからないと資本主義っていうゲームに参加できないんで、ここが基本のキーです。絶対に覚えておいてほしいです。 ツイッターとかを見てると、経費で節税だーって騒いでる社長さんやん、フリーランスの方見かけるんですけど、彼らが経費を使いたがるのは、経費をたくさん使うと所得が減って、その結果税金が減るからですね。例えば1000万円の売上で500万円の経費があったと。すると、差し引くと500万円の所得。この500万円に対して税金がかかるわけですね。ざっくりですけど。500万円の所得に対して20%の税率なら100万円の税金がかかるよと。 で、1000万円の売上で700万円の経費があったと。そうすると300万円の所得になると。で、この300万円に対して税金がかかるわけですね。20%の税率なら60万円の税金になると。経費が増えると所得が減って、で、所得が減ると税金支払う税金が下がったっていうのが、これがイメージとして掴んでもらえるんじゃないかなと思います。で、以上を踏まえた上で、サラリーマンのエンジニアの方が、プログラミングで副業を始めると、経費を使ってどのぐらいね、節税できるのかっていうのを見ていきたいかなと思います。 経費になるもの4選と。一つ目、パソコンやスマホ代金ですね。これらはもう間違いなく経費になる。と。ガジェットが好きな人は1年とか2年でよく買い替えすると思うんですね。スマホであったりパソコンとかね。購入するたびこれは経費計上できます。値段によって扱いは変わるんですけど、仮に25万円のパソコンを購入したら丸々経費にできると。仕事に使うためのパソコンですね。税率30%なら25万円かける30%は7万5千円の節税になると。 もちろん、使用の場合はダメですよ。自分のプライベートで使うための場合に買ったってのはダメなんですね。経費にできるのはあくまで仕事で使う分だけど。仕事で使うんだったら通信費とかも経費にできる。年間5万円の通信費を払っているんだったら、5万円かける30%。つまり1万5千円の節税になるということですね。で、二つ目、新聞、雑誌、書籍とかですね。エンジニアの方であれば、関連した業界誌とか雑誌、書籍なども頻繁に購入しているはずなんですね。 本業であるサラリーマンでも仕事に生きるスキルを伸ばそう、会社で活躍しよう、こう思ったら自己投資しますよね。そういった情報収集とか学習のためのコストも事業の売上に結びつくものであれば、もちろん経費計上できるんですね。サラリーマンだけやってるとこれは経費にできない。月1万円、年間12万円使ってるのであれば、12万円かける30%。つまり3万6千円ぐらいの大体節税になるってことですね。3つ目。各種セミナー参加費。これも経費になり得ると。例えば、 新しいお客さんを開拓するためにマーケティングセミナーに通ったり、SNS の活用法セミナーに通ったり、新しいプログラミング言語を学ぶためにプログラミングスクールに通ったり、もし仕事で必要になるなら、英会話とか、簿記の学習費用なんかもこういったものは全て経費になると。ざっくり年間10万円使うとしたら、10万円 ×30% で3万円の節税になると。と 感のいい人は分かると思うんですけど、これって実質30%オフで学習し放題ってのと一緒なんですね。この30%の税率のとこは人によってもちろん変わるんですけど、学んで、そして売り上げが増えると。そしてまた売り上げが上がったので学びに行く。そして売り上げが上がるみたいだね。最強サイクルを節税メリットを受けながらできるって何もしなかった人と1年後2年後に差がつかないわけがないですよね。いろんなものが30%オフとかでどんどん勉強していけるわけですから。で、4つ目。 カフェ代、食事代、飲み代と。仕事のために利用したのなら、これらも経費になると。とエンジニアの知人との情報交換とか、先輩エンジニアと飲みに行くとか、こういうのも経費にする余地があるんですね。売り上げを伸ばすための情報っていくらでも得られますよね。僕自身もやっぱり人と会って、オフで会うことで、いろんな情報をね、いただいて、で、やっぱり儲けるネタになったとか、そういったことはもう無数にあるんです。で、同じ職業の人たちっていうのは、頻繁に集まって食事とか情報交換するもの。もし皆さんが事業やってたら、カフェとかファミレス、居酒屋、 こういった場での会食費用を経費にできる可能性が十分出てくるんですね。最近では SNS 通じていろいろな人と知り合うことができますし、事業に関係がありそうな人に接触して食事をしながらビジネスの機会を探ったりとかね。こういうのは普通によくあることです。もし年間に20万円飲食をするなら、20万円 ×30%、6万円の節税になる。つまり30%オフで飲食できるってことですね。こういう仕事に関連するものであれば。 こんな感じで、パソコン、スマホなどの備品代、雑誌書籍などの図書費、セミナーなどの研修費、飲食を伴う会議費、交際費、基本的なところだけでも、これだけ経費として使える余地がある。上記事例だけでも、トータル20万円以上の節税になるんですね。で、この他にも、家賃の一部を経費計上したり、光熱費の一部を経費計上したり、車代の一部を経費計上したり、交通費をね、計上したり、事業に関係することであれば、すべて経費にすることができる。今回はエンジニアを事例として紹介したんですけど、 職業の数だけ経費のパターンはあるんですね。カメラマンだったらカメラ代が経費になるし、食べ歩きが好きなライターでね、食べ歩きのブログをずっと更新してるとかであれば人気店での飲食費とかはね、経費にする余地が十分あるし、旅行が好きなライターなんだったら世界中どこに行っても旅行代を経費にできたり、イラストとか漫画、デザインの制作で仕事を取ってるなら漫画だって経費になりうると。 他にも音楽系の仕事、美容系の仕事もジャンル問わず基本は全部同じ話なんですね。売り上げにつながっていくようなとか、仕事に関連する経費だったら、それは経費計上できる可能性が十分あると。僕の知り合いは広告業の会社で OL をやる傍らで、副業でウェブデザイナーを始めて年間30万から50万円ぐらいの節税になっていると。もちろん事業そのものも黒字でしっかり稼いでるし、もともとデザインが大好きで、休日によく絵を描いて遊んでいたと。 副業のために学んでるスキルは本業にもシナジーがあって会社である広告事務にも生きてきてるそうです。こういう事例は再現性が高くていくらでもあるんですね。30代で1億円みたいなやつじゃなくってもう本当にやれば誰でもできるものなんですね。全然珍しくないとで。自分のビジネスを作ると副業の収入は増えるし、税金は減るしで手取りの効率がめちゃくちゃ上がるんですね。高くなると。うまく経費を使えば将来の売り上げにつながってどんどん収入は増えていく。サラリーマン一本足打法だったら絶対にこうはならないんですね。 そもそも経費が使えないし、経費を使っても売り上げが伸びないですよね。本気これだけ売り上げ上げましたって言っても、それってダイレクトに反映されないですよね。安定が保障されている代わりに、自分の能力、成果がすぐに給与に反映されないっていうのがサラリーマンなんですね。事業所得はもう自分で成果を出せば、もうその月からダイレクトに売り上げで返ってきますから。以前から伝え続けている通り、会社員として安定を得つつ、スモールビジネスを持つっていうのは、公守に優れた、非常にいい戦い方なんですね。 最強のね、武器、事業所得の手に入れるっていう、好きとか得意っていうのを仕事にするのは何よりそれに自由で楽しいですよね。 もちろん、事業所得を得るために、なんか嫌でしょうがない仕事を始めると、これって楽しくないですよね。でも、この好きとか得意っていうのを仕事にするのは、やっぱ自由で楽しいですよ。なんか不思議と自分がやりたいこととか好きなことだから、どんどん周りにね、言われなくてもどんどんやっちゃいますしね。で経済基盤ができてビジネスが順調に育てば、独立っていうのも選択肢に入ってきますしね。まずはこの副業のところからでも事業所得を手に入れていくっていうのは非常にいいと思います。ということでまとめいきましょう。好き、得意を仕事にすることで得られる経費のメリットは計り知れないんだよと。 経費って言われてもイメージが湧かないってことだったんで、どんなものが経費になるのかっていうのを解説してみました。前提知識として、この3つは必ず覚えておいてほしいんですね。1つ目、事業所得。これは事業を運営することで得られる所得。売上から経費を引くと計算できるんだよと。と2つ目が経費。売上を立てるために必要不可欠なお金。それから3つ目に税金。 所得かける税率で計算できるってことですね。分かりやすい経費としては、パソコンとかスマホなどの備品代、雑誌書籍などの図書費、セミナーなどの研修費、飲食を伴う会議費、交際費など、その他家賃、光熱費、交通費、いくらでもあるんですね。 好きとか得意を仕事にすると、普段何気なく使っていたお金が経費になる。そのメリットは計り知れないわけです。どんな副業が自分に合うかとか、事業の解説届の作り方とか、青色申告の届出の方法、帳簿の作り方、この辺でなんかやりたいんだけどよくわかんないよってね。それらを知りたい方は、ぜひね、このリベシティ参加して仲間に聞いてみてください。これ熟練の先輩たちいますんで、税金相談チャットが非常にね、人気です。 リベシティに参加して、1、2ヶ月程度でスモールビジネスを立ち上げるってことも十分できると思います。この動画の概要欄から気になる方はね、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。ということで、以上参考になれば嬉しいです。今日は人生で一番若い日です。この動画で経費を使うっていうイメージがつかめたら、自分のビジネスを持つことのメリットがもっとよくわかると思うんですね。せっかくだから、好きとか得意っていうのを活かしてみてほしいなと思います。これからもしっかり学んで行動して、自由への道を歩んでいきましょう。というところで終わりたいと思います。今日も、ありがとうございました。それでは今日も、一日を